崇城大学芸術学部。今日はデザイン学科にお邪魔します。我々の生活を豊かにするデザインの数々、グラフィック、プロダクト、またコミュニケーションツールとしての漫画表現を学ぶ学生たち、早速突撃取材したいと思います。プロダクトデザインというのは人が使うもの、手に持って触れるものなので、どうしてもこう使う側の気持ちになってとか、生活者のことを考えてデザインをしなきゃいけない。一番大事なのが安全とか怪我をしないとか、そういったことも含めてデザイン。プロダクトデザインの面白いところって何ですか？自分の考えが実現できる、実際にできる、実物にできるところが一番面白い。先生こんにちは、はい、こんにちは。この授業は何をされているところなんですか？はい、漫画表現基礎といって、はい、漫画表現コースに入ってくれた1年生の漫画的な基礎技術をですね、習得する科目になっています。今は人物クロッキーを実習でやっているんですけれども、はい、受講生の1人に交代交代でモデルさんをしてもらって、人体の構造とか、骨格とか人が描けるようになる練習をしています。この漫画表現コースに来られる以前からされてたんですか？そうですね、それを本格的にやりたいと思ったのでここに来た感じです。上熊本にあるここ映像技術センターでも授業を行っているみたいです。早速行ってみましょう。今商品撮影を行っているって聞いたんですが、はい、撮影のポイントは何ですか？ライティングが非常に重要なので、はい、まあ、いろんな角度からライトを変えたりとか、ね、強さを変えたりとか、はい、そういったことをしっかり勉強しています。デザイン学科の先生ってどんな感じですか？親身になって相談にも対応してくれるので、ものすごくいい先生たち。デザイン学科で身につけた表現方法を生かして社会で活躍するデザイナーになってほしいですね。